よし、じゃあこいつも交換していきます。日本でカシオの時計買ってきました。10気圧防水2,000〜3,000円ぐらいだったかな。でベルト外してこんな風にタイラップつけて、でゴムでつけてやろうと思います。ピンじゃなんとかなんねえかな。強く縛りすぎたかしら。よいしょ、困ったな。いずれ太いやつに変えてやるってことにするか。しょうがない。綺麗じゃないですけどね。タイラップもろだもんな。まあでもこれで時間がわかります。よいしょ。いやしかしこいつ外れだったのか、全くダメだったな。3日と持たなかったな、文字通り。外れ引いたかね。気持ちいいな、たまんねえなこれな。お疲れ様です。パパ先生だであります。6月ちょっとね大きな旅をしまして、7月頭から、日本に帰省をしておりました。危なかったな。でそうですね、7月の何日に最後に乗ったんだろう、10日か、まあその辺で、今日は8月の30日です。2ヶ月ぶりですかね、ほとんどね。ガソリン抜いて、でバッテリーとかはもうつなぎっぱなしで来ちゃったんですけど、先ほどもご覧いただいたように、いや一発でしたね。いや気持ちいいな。まだ冷蔵庫の中が空っぽということで、
ちょっとお買い物で、それのついでにちょっと釣りに、はい、あの明後日から僕仕事、まあ9月1日、あれでも明後日って土日じゃねえか、イエーイ、おお、なんだあれ、見たことないバイクだな。そうか、明後日土日か、まあ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 、まあ、ちょろっとだけね、ちょこっとだけ釣り糸を垂らしに、でついでにバイクもこう走って様子を見ようかなと思います。こうやって乗る限りでは何の問題もないな。てかこんなによく走るもんだったかね、バイクって。なんかちょっと感動だな、なんかちょっと感動だな。そうか、 GN なんともないな。よし、とりあえずちょっと海へ行ってみようと思います。よろしくお願いいたします。日焼け止め塗ってくればよかったかな。結構日差しが強いな。そして寒いかと思ったんだけど、正直日差しは暑いな。そうか、まだまだいい季節ってことか。やっぱいいなぁ、バイクすげえいいなぁ、感動だなぁ。しておりますので、そうだな、あんまり遠く行っちゃうと夜遅くなっちゃうもんな、向こうかな。今何時だ、あもう11時。そうか、じゃあ長いできないな。コリエモンかな、コリエモンは行こう。走るなーってようなもんなー、やっぱバイクってすげえなー、気持ちいいや。ブログの頃から、ご覧になってくださっている方々にはおなじみコリエモアですね。サバですね、狙いはサバ。ちっちゃな港なんですけど、とってもいいところだね、これ大好きなんですよ。あらよっていい、これ合法です。
なみにあのこっちのバスレーンを通るのも工房らしいです、うんうんうん、日本はすり抜けってダメですよね、多分ね、多分ダメですよね。いやでもどうだったかな、うん、昔すぎて覚えてないな。昔のバイクはこれよりずっと大きかったから、そういうことあんまりしなかったような気がするな。危ないし、 GN はちっちゃいから楽ですね。さてディーンズグランジの町に着きましたね。この辺は車検場があるんですよ。車検はアイルランドではあの自分でやるんですよね。あのセルフなんです。といってもまあ入り口まで持っていけば残りは、整備の方がやってくれるっていうそういう具合なんですけど、ここのはず。今この人が曲がろうとして、ここ確かここの車検場のはず。最寄りのまあディーラーさんで、またサービスステーションでこう見ていただいて、ほんでああいうとこに持ち込んでやってもらうという風になってますね。お、携帯見てるなこいつ。あっぶねえな、我がお兄ちゃん。いや携帯見ながらの運転マジでやめてほしいな。外から見てるとびっくりするぐらい怪しい運転になってるんですよね、あれね。本人何とも思ってないんだけど、傍から見てるとね、ほんとねかっこ悪いかっこ悪い運転になってますよね。今でも相当厳しいんでしょ。電源じゃなかった、手に持ってたらダメとか、なんかそういうレベルなんですよね確かね。相当厳しくなったっていう風に聞いたんですけど、どうなんだろう。アイルランドはね、もしも使ってたら現行犯だと、確か問答無用で裁判所、うん、だよね。13万円ぐらい、1000ユーロの罰金と、問答無用で裁判所に、去年だか一昨年から変わったんじゃなかったかな、違ったかな、うろ覚えだな。バイクもね、乗りながらこうやってやっちゃいますけど、こうちょん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 って。あら本当は良くないよな、やっぱり止まってやった方がいいよな、うん、気をつけよう。さああとちょっと、もうすぐだ、あっという間だ。さあ、ドーキに着いた。
同期綺麗だよな、本当な。小さなとこなんですけど、高級住宅街ですね、この辺はね。かなりお高いお家がね。今から行く海岸線のあたりのお家は、もう奥ですよ、奥。よいしょ。さて、ここから海岸線に行きます。ここに学校あるんだよな。なんか日本人の留学生とかもいたよね。今も受け入れてんのかちょっとわかんないけど。釣るぞーって、お、釣ってた人いるね。おお、すげえな。船か。船のやつらか。なんだよ、みんな中国人じゃん。到着。なんか釣りに来るの本当中国の人たちばっかりだな。よっと。